こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この時間は中学校1年理科身近な物理現象の5時間目の内容です。それでは力の働きから学んでいきましょう。力にはどのような働きがあるのか見ていきましょう。はい、力には次のような働きがあります。まず最初に物体の形を変える。はい、次に物体の動きを変える。そして物体を持ち上げたり支えたりする。以上3つの働きがあります。それでは力が働いているところを探してみたいと思います。教科書のイラストを見てください。イラストから力が働いている場面を選択し、それぞれの力について力を加えている物体、力を受けている物体、力の働きについてまとめてみましょう。イラストを見ていただいたと思いますが、イラストから力が働いている場面を見てみますと、次の表のような一例が挙げられると思います。男の子が地図を加えているところがありますが、ここは物体の形を変えています。工事のお兄さん、道路工事をやっております。ここはやはり物体の形を変えています。女の子がバレーボールしております。バレーのボールが、形を変えているというような状態です。男の子がドアのところにいます。で、ドアを開けようとしていますが、これは物体の動きを変えています。男の子が野球をしています。この野球ボール、物体の動きを変えています。お母さんが布団を干しています。これは物体を持ち上げたり支えたりしています。郵便配達の配達員さん、荷物を持っています。これも物体を持ち上げたり支えたりしています。このように生活の中で力の働きが3つあることが分かりました。ここでは力の働きについて学びましたが、では次に力の種類について学んでいきましょう。いろいろな力について学んでいきます。身の回りにはどのような力が働いているのでしょうか。では一つずつ見ていきたいと思います。弾性力、摩擦力、磁力、電気の力、重力。身の回りには5つの力があります。それでは一つずつ見ていきたいと思います。まず最初に弾性力です。弾性力は変形した物体が元に戻ろうとする性質を弾性と言いますが、その弾性によって生じる力、弾性力と言います。こちらのように輪ゴムを引っ張った時元に戻ろうとする力、バネを引いた時元に戻ろうとする力、定規を曲げようとして元に戻ろうとする力、これらを弾性力と言います。はい、摩擦力です。
物体が触れ合っているとき、物体の運動を妨げようとする力を摩擦力と言います。こちらのようにノートを1ページずつ挟んで引っ張ろうとします。そうするとノートはこの場合落ちません。これは摩擦による力が働いているからです。摩擦の力について試してみましょう。このようにノートを2冊準備し、ページを1枚ずつ挟み込みます。このような状態で片手を離しても摩擦の力で落ちることはありません。磁力です。鉄は磁石によって引きつけられます。また磁石同士を近づけると N 極と S 極のように異なる極同士は引き合います。また N 極と N 極のように同じ極同士は退け合います。こうした力を磁力と言います。では磁力について見ていきましょう。こちらに磁石があります。こちらにクリップがあります。磁石をクリップの中につけていきます。そうしますと磁石は鉄を引きつけています。次に磁石同士をつけてみます。 N 極と S 極を近づけてみます。このように N 極と S 極は引き合っています。次に同じ N 極同士を近づけてみます。同じ N 極同士は退け合っています。それでは次に磁石にクリップを一つ取り付けます。反対側から磁石を近づけていきます。そうするとこのようにクリップは浮いた状態になります。磁力は遠く離れたところでも働いています。電気の力です。物体同士をこすり合わせると電気がたまります。互いに引き合ったり退け合ったりする力を電気の力と言います。まずパイプを十分にこすって電気をためます。それでは水道の水に近づけてみます。このように電気の力で水道の流れが曲がっていきます。重力です。地球上にある全ての物体には常に地球の中心に向かう力が働いています。これを重力と言います。日常生活の中の重さ、これは物体に働く重力のことを言います。こちらのようにボールを落としたときに下の方向に落ちる、これが重力です。重力について見ていきましょう。こちらにリンゴがあります。このリンゴを手を離してみましょう。リンゴは落下していきました。この働きを重力と言います。はい、以上身の回りの力として5つの力を見てきました。弾性力、摩擦力、磁力、電気の力、重力、以上の5つでした。これで力の働き、いろいろな力について終わります。次回は力の大きさとバネの伸びです。ありがとうございました。